今回の授業のタイトルはこちらですね。お、レッドプールから学ぶイケてる大人になるための参加条。これを先生にぜひとも教えていただきたい,とい。あ,あそうですね。思っております。はい、では、はい、まず最初のこの条件を教えていただきましょう。参加条の一つ目は、ええとですね。こちらです。忖度しないこと。はい。これ具体的には？えっと不適切であれ。<laughs> はいはい、あのだからあのもうみ,みんなまだね10代20代前半とかだと思うんですけどあのジジイとかババアとか遠慮しないですから、はい、全然で遠慮しなくてい,いですだから誰かに気を使うとかっていうことはしなくていいですあの仲間内だったら許してくれます。 犯罪さえをえさなければ。だから忖度っていうのはもう別段いらないんじゃないかなと思いますね。下ネタセリフ連発ですよね。いや、もう。これ、今日は。あれかな。あの日本語バージョンなの。日本語バージョンです。あの英語バージョンでも見てください。あの、ひどいですよ。<laughs> <laughs> F ワードが連発、はい、F ワード3作品の中で一番多いみたいですねあ,ありがたいですね <laughs> ありがたいですねこれまでもよか,よかったですけどこれまでの「デップちゃん」も広かったですけどそれ以上ということなんで今回は、えー、ディズニーー参加ですすよ、はい、マーベルっってば、えー、やっちゃいますねこれあのーまあ、ディズニーのマーベル作品としては初めての R 指定 <laughs> ザ・マーベル <laughs> <laughs> これあのもしかすると「R− 指テじゃなくなって PG13 ぐらいかなみたいな話もあったんですけれども、はいうん、いやあ<の>もういやーもうしましょうよディズニーディズニーも,もうそういう作品私あの去年ディズニーランドに行きまして「あの美女と野獣」に感動して帰ってきたんですけどあの今回の「 デッドプールとウルヴァリンのこのポスターも完全にバカにしてますもんねいやちょっとディズニーではこういうパロディー広告ってありえないんですねそうやっちゃってくださいよそりゃやっぱね俺ちゃんと爪野郎なんだからやっちゃってく,らくれないと隣はこれ「ライオンキング」はい、これライオン・レイノルズの公式の方で発表されたポスターなんですけど <laughs>、まあ、はい頭悪いですね <laughs> やっぱりあのヒュージャックマンちょっと見てらんないって顔してますよね。<laughs> ヒュージャックマンヒュージャックマンがねどうなんだろうあいつ人的に <laughs> まあでもいいけど、えー、ま,あまあウルバリンには合ってると思います。ディズニーのこともかなりいじってますよね、うん、作品で、はい、いやだからねいじんなきゃですよちょっとうるさすぎディズニーいろいろと。はい 本当に我々ねコレクターからすると本当に勘弁してくださいよって思ってるんですよ。すみません使わないでください <laughs>。まあでも天下のディズニーを敵に回してまで参加に入っても、えええー、とにかく今までと変わらないという姿。いやありがたいです。やっぱ下ネタ言ってこそのデップちゃんなんで。ええ、はい。これでも R15 ついてるってことは結構なこと。 やってんでしょ。はい。毎回ですけどもね。毎回変わらずやっております、はい。それはありがたいですね。はい